皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは、変わりたいと口では言っているのに変われない人が使っている残念な 4D 言葉という話をしていきたいと思います。この 4D は4の D というふうに書きますね。はい、こちらをちょっと解説していきたいと思います。こちらはですね、クライアントさんとまあお話をしていて、私がその場でその人の口癖を言い当ててですね、口では変わりたいって言ってるけれども変わらないって決めている頑固な芯があるよねっていう話をした時に、こういう口癖がある人は変わりたいって一旦口では言いつつも変われないんですよ。だから なぜならばそもそも変わらないと自分が決めてるからです。変われないというふうにまるで他人事のように言ってるんですけど、変わらないということを自分の意思で決めているっていうことを本来は自覚した方がよくって、まあそれでもそれを棚に上げて一応変われないとか、私って変われないんですとか言うんですけど、そういう人が大体使ってる言葉、これはその方だけじゃなくて何人もお話聞いてると共通して使ってる言葉をまとめちゃうと 4D4D ですかっていう言葉にまとまるなと思って、でその対策は 3S なんですけどねそれも合わせて対策論としてちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、では本編に入りたいと思います。まずですね、大前提で知ってていただきたいのが、変わりたいって言ってる段階で変われてない自分がそこにいるわけじゃないですか。で未来に向かって変わりたいって言ってるんですよ。なのに変われないんですよ。しかもそれが一瞬じゃなくてずっと長い間とすると、変わろうとすることを拒絶しているか、変わろうとすることすらチャレンジしていないか、とにかく現実問題として変わっていない自分がそこにいる、これが現実なんですよね。だからじゃあどういうことなのかっていうと、変わらないということを選択している自分がそこにいるということなんで、変われないんじゃなくて変わらないと選択した、まずここをね理解していただきたくて、でそういう人って共通して同じような言葉を使う人が多いんですよ。でそれをちょっと代表的なものをね挙げようかなと思ってまとめてみたら、みんな D から始まる言葉が多いんですよ。 D です。 D 濁音です。濁音、発音的にも音的にもあまり綺麗じゃないんですけれども、濁音系ですね。でどんな言葉かっていうと、まあ知ってる人はねご存知かと思いますけど、でも、一つ目でもですね、だって、3つ目どうせ、4つ目だからっていう、大体これを使う人は否定から入るので、例えば私が何か提案をしても、いやでも私とかってすっごいごく自然に水が流れるようにでもっていう言葉を言いますからね。で無意識に言ってるって本人全然気づいてないんですよ。で特に先ほどですね、たまたま今日なんですけどやった方でも、この方以外にも同じように言う人多くて、これもまた私は苦笑してしまうんですけど、頭では分かってるんですけどできないんですよって言うんですよ頭では分かってるんですけどっていう、まあ確かに知識として入っているのかもしれないけど、落とし込んで、体に落とし込んで行動に移さないければ知らない人とほぼ一緒っていうことです。だから変に知ってるっていうのをアピールしなくてもやってないんだから一緒ですっていうことなんですよ。でもそこをやってない割には、頭では分かってるんです、でも体が動かないんですっていう不思議なことを言うんですけど、この方も体を動かさないという決断を自分がしているっていう、自分の行動に責任を持ってほしいんですけど、でそういうタイプの人が、でそういう方はでもだって、だからどうせとか、このあたりとかね、よく使う言葉が多いです。一番多いのはでもかな。うん、頭では分かってるんです、でもって言うじゃないですか。だからここは結構ね、まあ、その方にはもうこの 4D 言葉封印とか言って言って、罰とか言って言って机の上に書いてもらって、言いそうになったらこうやって言うっていう風に言ったら、まあ、どういう風に変わるのか楽しみにしてますけどね。癖がある人はそれを言った瞬間にもし口を閉じたら、その先の言葉が
言い訳が続くことになっちゃうので、そこを封じられることになると、もう答えは素直にスルッとやるしかない言葉しか残らなくなっちゃうので、言い訳もいらないっていう感じにしていくことができると変われるようになります。でもっていうのは反対に戻す言葉なので、 A がある、でも B とか言うわけじゃないですか。でもこの今も言ったな、でもって話、このでもっていうのを外すだけで B につながるもん言葉がなくなっちゃうんですよ。ということも A しか残らないことになっちゃうから、でも禁止点にしただけで全てやるべきことがそのように速やかに進んでいく感じでおそらくなります。だから停滞させてるのはまず自分だっていうことを自覚して、でそういう人が主に使ってる言葉は否定語、特に 4D シリーズの言葉をよく使ってる方が多いですね。でもとかはいらないんです。動けてないっていうのが事実なんだから、事実を認めて、じゃあ動けてなくて動くのをやめるか、動かなくちゃいけないんだったら罪悪感とかを持たずにちゃんともう動くって決めて動けばいいだけのことなんで、基本分かりやすい二択なんですよ。シンプルな答えなんです。だけれどもそういうタイプの言葉を使う人って本当はこうなんですでもとかってやっぱり言うから、聞いててもなんか切れ味が悪いっていうか、潔くないっていうか、後味が悪いっていうか、そういう印象がすごくあります。でその言葉が何連発もすると、であなたは結局何をしたいんでしょうっていう話になっちゃうんですよ。やるべきことはやってないわけですよ。でそこを事実として認めてもらえればまだいいんですけれども、でも頭では分かってるんですとか言うんですよ。いや分かってないから動いてないよねっていう、分かるっていう言葉の使い方が違ってます。知ってるっていうだけなんで、分かるっていうことは理解して落とし込んで動くっていうところまでを分かるっていう状態になるので、そのあたりがね違うなっていうふうに思ったんですよ。なのでこの 4D4 つのでもだってどうせだから、これは使わないようにするっていうのがまずいいと思います。まず言い訳のない人生を送りたいと思ったらですよ。じゃあこの 4D に代わる 3S っていういい言葉をその場で思いついちゃいましたので、これをまた皆さんにお伝えしたいんですけど、 3S っていう言葉から始まる言葉なんですけど、まず一つ目が素直、これも大事です。これやってみたら、はいわかりましたでいいんですよ。でそこでやらない人は大体言い訳ちゃんと言ってきてくれるんで、これやってみたら、でもだって自信ないですとか、売れる気しませんとか、大体そんな感じになる。素直な人に提案をすると、これやってみたらって言ったら、あはいわかりましたとかいう感じですぐにイエスなんです。これ素直な感じですね。で2つ目が素早い、速やか、まあどっちもイエスなんですけど、速度が遅いと結局社会情勢とかタイミングが全部変わっちゃうので、うまくいくのもいかなくなっちゃうんですよ。でこの 4D 言葉を使う人って遅いんです。だって停滞させるから。で結局うまくいかないんですけど、逆の話から言うと、やっぱ素早いとか速やかにっていうこの S、 2番目の S は素早い、速やか、速度が速いことを意味する言葉が2番目の S です。で3番目の S は何なんだっていうと、3番目の S はシンプルです。シンプルっていうのは、さっき言ったみたいにデモとかいう言葉を入れた瞬間にシンプルじゃなくなっちゃうんですよ。ここにある事象をひっくり返してこっちっていう主張をするってことは、ここだけで2段階踏んじゃってることになるので、うまくいく人って基本物事を複雑にしないという傾向がちゃんとあります。でうまくいかない人って複雑にする傾向があります。でその複雑の仕方っていうのが、自分で勝手にお客様の考えを先回りして勝手に決めつけた考えですよ。合ってるとか合ってないとか、そういう裏を取らずに、しかもそれがネガティブ方向に進むような未来を勝手に想定をしてやっていくっていうことが多いんですよ。だから未来の読み間違いももちろんあるし、でそれにおいて自分がどうしていくかっていうのを考えていくんですけれども、自分の中で
この人はきっとこんな風に考えるからこんなことはしないに違いないとか、すっごい案件を複雑にしちゃうんですよ。だけどシンプルでうまくいく人って、うわーこれ楽しい、嬉しい、こんな商品あったらみんな買っちゃう、嬉しい、爆売れ、よしやるぞ、おーっていうぐらいにシンプルなんですよ。これきっとこういう要素があってダメに違いないとか、もちろん検証の段階ではあってもいいんですけど、いざ売る段とかになったらもうそこに商品ができちゃってるわけですから売るしかないんですよ。その段において、あの逡巡とか躊躇っていらないっていう感じなんですけど、そういう方ってすっごい物事を複雑にする傾向があって、結局時間もかかってうまくいかないっていうところがあるので、うまくいく人はシンプルです。ですから3つをまとめると、素直、速やか、シンプル、 4D と全く違う言葉の響きを感じますね。濁音じゃない分清らかで綺麗な感じです。すごく。なので、使う言葉によって、自分の生活とか習慣を決めてしまうっていうぐらい、言葉ってすごい強力な、呪言、マジックワード、いい意味ではマジックワード、ないしは呪いの言葉、呪言ですね、になっちゃうから、どうせ同じ呪いをかけるんだったら、やっぱり自分にとっていい言葉の、ね、シャワーを浴びてる方がいいじゃないですか。だから積極的にうまくいく言葉を使った方がよくって、でその時に必要なのがやっぱ 3S、 素直でシンプル、あと素直で、素早くてシンプルっていう、この3つを心がけるだけで停滞とかしなくなくなるんですよ。すごく。だから停滞をしなくなるっていうことは、もう速度がどん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 前へ前へ進んでいくっていうことになるので、まあ、嫌がおうでも成功していきますよね。だから停滞感を作ってるのはそもそも自分であるっていうことをやっぱり自覚した方がよくって、時間がなくなっちゃうんですっていう人も他人事のように言ってますけど、時間がなくなるような世界観とか、時間がなくなるような時間の使い方を選択しているのは自分なんだっていうことは理解した方がいいですね。はい、大概なくなっちゃうんですっていう人に限ってめちゃめちゃ無駄な時間過ごしてること多いですからね。3時間、4時間、5時間とかぼーっとしてましたとか、でぼーっとするのは悪いって言ってるんじゃないんですよ。メリハリの問題で、何をしたか覚えてないけど、なんだかぼーっとしてたら終わっちゃいましたっていう、その無自覚の時間の浪費っていうのがもったいなすぎるなっていうふうに思っているので、まあ、そういう人は時間がないとかって言う前に、まずその浪費しちゃってる時間をちゃんと見つけて、自分がそこに向き合って浪費する時間を使わないっていう考え方をするっていうのが結構重要かなというふうに思っています。ですので自分の言葉っていうのは自分の行動に抑制もかけてしまうし、加速もかけることができるから、使う言葉は大事にした方がいいと思います。はい、ということでまとめに入りたいと思います。変わりたいと口では言っているのに、変われない人が使っている残念な 4D 言葉、1でも、2だって、3どうせ、4番目だからっていう言葉ですね。はい、こちらがダメ系キーワードで、逆にこうだとすごくうまくいくよっていうのが 3S です。素直、素早い、シンプルって、この3つが S 言葉になりますので、ぜひこちらの方の領域で日々過ごしていけるように、いろんな物事を捉える目線を持っていただけたらなというふうに思ってます。それでは。